そのオバマ大統領ですね、日本の次に韓国行きました。はい、で、韓国のパクネ大統領との共同記者会見で、はい、従軍慰安婦問題について、はい、実にひどい人権侵害、はい、安倍総理と日本国民も過去についてより公正に理解しなければならないという認識をしているだろうと話しました。はいはいはい、これはね、韓国メディアが、こんな発言してないんですが、まあ、質疑応答で、はい、まあ、ちょっと答えたオバマさんの発言をつないでですね、まあ、こういうこと言ったっていうのを流したんですよ。で、それを日本のマスコミが増幅してですね、まあ、流してるんですが、正確に彼は何て言ったかというと、There should be an accurate and clear account of what happened っていうふうに言ったんですよ。で、accurate and clear だから、とても要はその、まあ、公正かつ、まあ、その正確に何が起こったのかを明らかにする。はい、そういう、まあ、アカウントですから、説明責任があると、ね。何が起こったかを正確に明らかにしてくださいって言ったんですね。これは何かというと、その慰安婦に関する調査をきちっとやって、事実を確定させろっていう意味を、まあ、これ含んでるわけですよね。ということは、まあ、安倍さんね、慰安婦追加調査するっていうことで言ってますけど、どんどんこう追加調査してもらってですね、客観的に何があったのかっていうのを、まあ、明らかにすべきだと思うんですね。その安倍総理も、はい、その会見というかですね、はい、受けて、はい、従軍慰安婦に関しては、まあ、この20世紀は人権侵害というひどいものだったと、はい、21世紀はそれをこう取り去るべくやっていく、はい、そうですね、人権問題、今ね、チベットとかウイグルとかでね、もう非常に激しい人権弾圧を行われてますから、人権大事ですからね、こういうことをね、普遍的な価値観でアピールして、で、かつね、正確にどんな人権侵害があったのかっていうのを、日米の文書残ってるんです。例えば、戦時中に、米軍の捕虜になった、捕虜になったというか、保護された、はい、まあ、いわゆる、その、まあ、戦地の、まあ、そういう、まあ、売春をされてた方々いるんですけれども、まあ、そういうのに対する報告書とかもね、ちゃんとアメリカの公文書として残ってます。一応、プロフェッショナルキャンプフォロワーとそこには書いてあるんですけれども、まあ、そういうようなこともですね、含めて、いろんな、こう、文書で明らかにしていく必要があるかなと思いますね。今回の、でも、安倍総理の反応は、なんか、こう、スーッと素直に応じた、みたいな感じがするんですかね。はい、まあ、もちろん正確にするっていうところの、まあ、戦略があるからだと思いますね。まあ当時は売春が合法化されてた時代なので、それに対するまあ許可っていうのは当然その政府とかそれから戦地のね、まあ占領軍の司令部、日本のまあ占領しているまあ軍政の司令部なんかを持ってるわけですから、その売春合法時代の許認可を持って政府の関与とか言われてもちょっとこれは話が違うんですよね。まあ、いずれにしてもね、オバマ大統領はその韓国、はい、日本仲良くしなさいよと、まあでも強制連行とかそういうありもしないこと言ってる時点でね、ちょっと厳しいですよね。まあ、それもいろんな説があってね、はい、どの時点でこれが正しいんだってのは分かる日が来るんですかね。まあ少なくともその売春が合法的な時代に行われたことですの で、 そこでその政府が強制的に20万人も連れてったという事実は少なくとも全然確認できないですね。はい、はい。